水上バスの乗り場、ここからミシュランに行くことができるんだよな。ええ、30分に1本は運行していると思ったけど、記念祭の間は20分に1本出ているみたいですね。最終は夜の12時半みたいです。そんな遅くまで出ているのか。まあテーマパークで遊んでからレストランでディナーとしゃれ込んだらどうしても遅くなっちまうしな。ミシュラムにあるホテルなんざ普通は高くて泊まれないだろうし。それでも今の時期は満室の可能性が高いでしょうね。どうするロイド、もう水上バスに乗ってミシュラムへ行ってしまう。そうだな。よし、それじゃあ水上バスを待とう。今更ながら浮いた格好な気がしてきたけど。それもそうね、フォーマルな格好で行った方が良かったかしら。まあパーティーに乗り込めると決まったわけじゃねえしな。テーマパーク目当ての観光客に紛れていいんじゃねえか。それでも私はやや浮いているかと思いますが、いっそミッシーのパジャマでも着ていけばよかったでしょうか。いや、さすがに目立ちすぎだろ。いくらテーマパークのマスコットキャラでもね。こっちでいいのかね。観光客、ええ、いかにもそんな感じの人みたいね。よー、彼氏たち、ちょいと尋ねたいんだけど構わないか。ええ、いいですよ。観光客の方みたいですけど、道に迷いましたか。ああ、この町ちょっと広すぎるんだよな。そんでさ、ミシュラムって場所に行きたいんだが、こっちでいいのかな。あ、こっちでいいですよ。俺たちもちょうどミシュラムに行く水上バスを待っているところなんで。お、ビンゴだったか。そんじゃ俺も並ばせてもらおうかね。あった、名乗り忘れてたな。俺の名前はレクター、アランドールだ。エレボニアの帝都からさっき鉄道で着いたばかりだぜ。エレボニアの帝都、帝国の方だったんですか。へえ、それにしちゃなかなか生かした格好してんな。サングラスなんざかけてもろにバカンスしようじゃねえか。おお、クロスベルっていや最近リゾートでも有名だからな。ゴーにいればゴーに従え。これでも気合い入れてきたんだぜ。気合いを入れる方向が間違っている気もしますが、やっぱりテーマパーク目当てでいらっしゃったんですか。テーマパークなんだそりゃ。そんな面白いもんがミシュラムにはあんのか。ええ、まあ俺も行ったことないですけど。もともと保養地でしたけれど、最近ではそちらの方が有名ですね。へえ、なるほどね。まあ今回はただの代理として出席しに来ただけだからな。もうちょいいろいろと調べてから来りゃよかったかもな。代理として出席？あ、来たみたいだな。なかなか生かす船ではないか。早速俺様は甲板席の最前列をゲットさせてもらおう。そんじゃお先にな。なんだかランディをさらにチャランポランにしたような人だったわね。どういう意味だっつうの。俺はあそこまで遊び人って感じじゃねえだろう。十分遊び人風かと思いますけど。ま、同じ遊び人でも全然違うタイプかもな。ランディみたいに夜遊びとナンパが趣味っていうより、妙にフリーダムな感じというか。おお、分かってんじゃねえか。俺と同じくらいの年みてえだが、一人で何しに来てんだろうな。あら、奇遇ね。あなたは？おお、キリカさんじゃないっすか。おとといはどうもここにいるということは、あなたたちもミシュランね。ええ、キリカさんもですか。仕事半分、観光半分ね。それより今の派手な格好をした子はあなたたちのお友達かしら。いえ、先ほど知り合ったばかりです。何でもエレボニアの帝都から観光に来たみたいですけど。帝都から？なるほどね。ひょっとしてお知り合いですか？ねえ、ユニークそうなオーラをまとっていたから職業柄気になっただけよ。それではお先に、あなたたちも早く乗りなさい。いやー、相変わらずクールで素敵だぜ。仕事半分って言ってたけど、やっぱりテーマパークが目当てかな。芸能関係の仕事ならその可能性が高そうね。出航するみたいですね。ああ、俺たちも乗ろう。水上バスか、初めて乗ったけど結構豪華な内装だな。バスと違って IBC が全面的に運営しているから、乗船料も基本的にタダだしね。太っ腹ですね、それは。ま、ミラを持ってないと行った先で何もできねえけどな。到着まで20分くらい、適当にのんびりするとしようぜ。ミシュラム、なかなか興味深い場所ね。もう少し時間があったらテーマパークにも寄りたいんだけど。テーマパークに用があるんじゃないんですか？ええ、野暮用があってね。まあクロスビルに来るのはこれで最後ではないでしょうし、またの機会にゆっくり訪ねるわ。ぜひそうされてください。そういえばアルカンシェルの新作はどうだったっすか？確か昨日見たんですよね。ええ、夜の部にね。私もいろいろな舞台を見てきたつもりだけど、あんな奇跡的なバランスで成立しているステージは初めて見たかもしれないわ。奇跡的なバランスですか。脚本、演出、衣装、音楽、そして派手な舞台装置にアクロバティックなパフォーマンス、どれも極めて質は高いけれど、他の名だたる劇場と比較してもずば抜けているほどではないわ。でもイリア・プラティエ。彼女の存在が核となって個々の要素が有機的に結びついた時、舞台が生き物のようになるのね。まるで生命の誕生に立ち会った気分にさせられたわ。なるほど、生命の誕生、まさに奇跡かもしれませんね。いやー、さすが芸能プロデューサー。言われてみれば確かにその通りっすよ。ただ今回の新作については奇跡の立役者はもう一人いるわ。月の姫演じる大型新人リーシャ・マオ、死の気配を漂わせる彼女の存在が舞台をさらに高みへ押し上げている。リーシャが死の気配ですか？あくまで私の直感だけどね。太陽と月、金と銀、光と闇、そして生と死。彼女とイリア・プラティエは見事なまでに対照的な気をまとっているわ。まさに陰陽対極を2人で体現していると言えるわね。陰陽対極、確か統合武術で使われてる概念でしたっけ？別に武術限定ではないけれど、ただ彼女たちが出会ったのはまさに運命的な偶然でしょうね。そしてそれを導いたのがクロスベルという都市が持っている場の特異性。そんな風に言えるかもしれない。運命を導く場、難しい話ですけどなんとなくわかるような気もします。まあそんなに真剣に捉えなくてもいいわ。ただアルカンシェルの魅力はクロスベルという都市そのものと密接に関わっているところがある。そのあたりに注意しないと自治州以外での公演はうまくいかないかもしれないわね。では共和国での公演は白紙に戻すつもりとか？いえ、それはもったいないわ。クロスベル以外でもアルカンシェルの魅力を引き出す方法はあるはずよ。今後の交渉にあたってはそのあたりのプランニングが口説く鍵になるでしょうね。なるほど、すごいっすね、そこまで考えてるなんて。これでもプロだから、自分なりに本質を見抜き、あるべき目標と状況を設定し、それに至るための手段を考える。どのような仕事であれ、それがプロの流儀というものよ。プロの流儀、なるほど、勉強になります。私たちにとっても必要な心構えかもしれないわね。僕らの前には楽園が待っている。さてはどうで波打ち際に走り出そう。白いボードであの島目指そう。魅惑の日焼け跡、パラソルや白きかき氷、君がいる場所、そこが僕の楽園。なんかめちゃめちゃ満喫してますね。しかも妙にうまいってのが逆にイラッとくるよな。おう、青春は爆発だからな。旅先で歌を奏でるのはどこぞの王子の専売特許じゃないんだぜ。意味不明なんですが、レクターさんはミシュラムにどういった要件で？テーマパーク目当てではないみたいですけど。ああ、さっきも言ったように代理として来ただけなんだよな。食えない中年親父の代わりなんだけどよ。食えない中年親父？うん、名前くらいは知ってるんじゃないか。イリアス・オズボンっていう食えない親父なんだが。ああ、やっぱ知ってるか。あの親父押し出しだけはやたらといいからな。丁寧にヒゲの手入れなんざしてバラの似合うカリスマ美中年でも気取ってるつもりかっつうの。エレボニア帝国最初ギリアス・オズボーン、通称鉄血最初ですね。まさか帝国政府の方だったんですか？俺はただの二等書記官だけどな。クロスベルのトップの一人でハルドマンっておっさんがいるだろう。去年そいつとギリアスのおっさんが極秘裏にと言ってもバレバレだけど会談してパイプを作ったんだが、そのパイプのつなぎとして今回俺が派遣されたってわけだ。いやー、宮遣いは大変だぜ。そうだったんですか。でそんなことまで俺たちに話してもいいんですか？いいんじゃない？どうせあんたらここで死ぬんだしな。今この水上バスに俺の部下が何人くらい乗り込んでると思う？多分片手の指じゃ足りないんじゃねえかな。何の目的で？罠ですか？いやー、いい反応だ。こんな手に引っかかるなんてなかなか純朴だな。ひょっとして全部ネタっていうか？いやー、なんつうかクロスベルに来るまでの間列車の中で読んだスパイ小説の設定まんま持ってきただけなんだけどな。そんなに反応してくれるとは俺様ちょっと予想外だぜ。もしかして律儀にネタに付き合ってくれたのか？まあ真に迫っていたのでつい釣られてしまいました。あまりに反応がいいんでオークションの潜入調査に来た警察の人間かと思ったが、さすがにそんなスパイ小説みたいな話はそうそう転がってねえよな。そんなわけないじゃないですか。ってそれじゃそれではあなたも例のオークションに？ああ、そのつもりだ。ちなみに俺が鉄血最小の代理ってなしね。俺はただ帝国貴族のボンボン息子、都合がつかなくなった親父の代理でオークションに出席するつもりなのさ。そうでしたか。悪いけどその格好といい帝国貴族の若様には見えねえな。おい失礼なやつだな。お嬢さんたちはともかくあんたら野郎どもだってボンボンには見えないぜ。違いね。ですが私たちも一応招待カードを持っています。改めて会場で顔を合わせることもあるかもしれませんね。あんたら面白いし、その時は声でもかけてくれ。親父どもの相手をするのにうんざりしてそうだしな。わかりました。それでは今夜機会があったら会場で。おう、よろしく。お待たせしました。当水上バスは間もなくミシュラムに到着いたします。どなた様もお忘れ物のないようお気をつけてお降りになってください。ここがミシュラムか。なんていうか想像以上にゴージャスそうな場所だな。もともと高級保養地だったところに IBC がリゾート開発を着手、ホテルとテーマパークができたのが2年ほど前らしいですね。以来アルカーシェルと並んで観光地としての目玉になっているわね。正面にあるのはホテルで1階がアーケードになっているわ。レストラン、ブティック、宝飾店なんかが入っているわね。どこもバカ高で庶民には入りにくいけどな。俺も前にデートでテーマパークとレストランを利用したくらいなんだが。それでこれからどうすんだ？そうだな、まずはオークション会場の周辺の様子を確かめてみよう。ハルトマン議長邸だったな。ええ、アーケードを左に抜けた先に別荘が並ぶリゾート区画があるの。議長邸はその奥だったはずよ。分かった、それ以外にも行ける場所には行ってみよう。あのレクターって人みたいにオークションの招待客にも出くわすかもしれないですね。そういえばあの人随分怪しい言動だったけど、本当に帝国貴族なのかしら。さてな、鉄血最小の代理って話と同じく単なる不可視かもしれねえが、ただああいう怪しい人間も招待客として呼ばれているらしい。シュバルツ・オークション、やはり一筋縄じゃいかなさそうだ。あれがテーマパークか。なんというか、確かに楽しそうな場所だな。まあ実際大したもんだぜ。観覧車にジェットコースター、ホラーハウスにメリーゴーラウンド、おとぎ話に出てくるような中世の城まで立ってやがるしな。なんかすごそうだな IBC が観光の目玉としてオープンさせた施設だから気合が入っているのは確かね。私もベルに誘われて一度入ったことがあるけど、とても回りきれなかったわ。あまり時間は取れないけど、ちょっと中を覗いてみるか。いいえ、遊びに来たわけではないのでわざわざ入る必要はないかと。入場料も結構するみたいですし。まあ確かに安くはねえな。今から入ったんじゃとても元は取れないだろうぜ。今度お休みをもらったらみんなで遊びに来ましょう。それこそ午前中から一日中遊び尽くせるくらいに。はい、ここなら釣れそうだな。それ。よーし、大物だ。この先はどうやら封鎖されているみたいだけど。お、何か書いてあるぜ。どうやらこの先はまだ開発中みたいですね。ええ、ミシュラムの開発計画はまだ途中みたいだから、今後こちらの方にも何か作られるのかもしれないわ。やれやれ、豪勢なこった。ともかく今は用はなさそうだ。他を回ってみよう。あれか。あれがハルトマン議長で、すごいな。屋敷というより城みたいだ。まあクロスベルデは昔からの名士の家系だから、あの屋敷も100年近く前、帝国の統治時代の総督邸として建てられたものだと聞いているわ。それにしたってでかすぎだろう。帝国の大貴族じゃねえんだから。あんな場所を使って開かれるというオークション、相当大規模なものみたいですね。なあ、あれは警備の手はずは例年通りだ。だが今年はヘイエどもが仕掛けてくる可能性も考えられる。招待カードを持ったやつ以外は誰であろうと通すんじゃねえぞ。承知しました。若頭の方はどうされます？俺は屋敷内部の警戒に当たる。何しろ神出鬼没なやつだ。警戒すぎることはねえだろう。そういえば出品物は全部搬入されたのか？ええ、今朝方例の人形が最後みたいですね。今回の目玉の一つか。どれだけの値がつくことや。まあいい、会場まであと数時間だ。くれぐれも気を抜くんじゃねえぞ。はい、お疲れ様です。出やがったか。あのおっさんも早速中に詰めているらしいな。確かガルシアという元傭兵の若頭さんでしたね。パーティーの会場は確か夜の7時からもう警備を始めるみたいね。ああ、それだけ警戒してるんだろう。しかし参ったな。いくら招待カードがあっても簡単には中に入れなさそうだ。まあ俺たちも結構連中に面が割れちまってるしな。何か手立てを講じる必要がありそうな感じですね。とりあえず一旦ここから離れよう。ここで連中に見つかったら元も子もなくなりそうだ。そうね。見つけて。ね、今の空耳、それとも気のせいだったみたいだ。よくわからんがとっとと行こうぜ。一通り回ってみたけど、やっぱりオークション会場に入る手立てを考える必要がありそうだ。確かにチェックしてるのはあのマフィアどもみたいだからな。そもそもその招待カードはそのまま使えるんでしょうか？身元を照合される可能性が高そうな気もしますが。確かにそうね。そのあたりレンちゃんから話を聞ければよかったんだけど。ま、招待カードを譲ってくれただけでもありがたいと思っておこう。いずれにしてもどこか落ち着ける場所が欲しいな。レストランはちょっと人目がありすぎるか。なら上のホテルに空室はないんでしょうか。うん、この時期だからさすがに満室だと思うけど。ま、ひょっとしたらキャンセルは気になるかもしれねえ。フロントで聞くだけ聞いてみようぜ。そうだな、行ってみよう。いらっしゃいませ。ホテルデルフィニアにようこそ。ひょっとして当ホテルのご利用でしょうか。ええ、そうなんですけど、やはり満室でしょうか。大変申し訳ありません。実は先ほど1件キャンセルがあったのですが、すぐに予約が入ってしまいまして。そうですか、惜しかったです。仕方ねえからレストランあたりに行こうぜ。話をするくらいはできるだろう。そうだなお困りみたいだね。和治君？これは和治様。なんだか部屋が取れなくて困っているみたいだけど、ゆっくり話ができる場所が欲しいってところかな。ああ、そうなんだけど。だったら話は早い。僕の部屋を提供してあげるよ。おいおい、いきなりだなこっちだよ。どうするの？あからさまに怪しげな格好をしてましたけど。つうか、どうして不良グループのリーダーがこんな場所にいるんだ。まあ知らない相手じゃないし、とにかく行ってみよう。しかし君たちもなかなか優雅じゃないか。記念祭の最終日に休みをもらってミシュラムで豪遊とはね。ああ、まあ骨休みってところさ。それより和治、君のその格好は生かすだろ。僕の副業の制服みたいなもんさ。副業？それってどういう？上流階級という冷たい世界で愛を見失ってしまった麗しくも寂しいご婦人たち、そんな彼女たちに一時の夢を見せてあげる仕事さ。それってもしかしていわゆるホストさんですか。おいおい、なんて羨ましい。いや、もとい、けしからんことを別にミラに困ってやってるわけじゃないけどね。いつもしつこく誘われるから仕方なく付き合ってあげてるんだ。まあ慈善事業ってやつ。なんて言い草だ。そういうすげないところにコロッと言っちまうマダムが多いってことかよ。ああ、正直関心はできないわね。それでは和治さんはホストのお仕事でここに？ああ、いわゆるエスコート役ってやつさ。とあるご婦人に同伴してちょっと訳ありのパーティーに出るつもりなんだけどね。それってなるほどね。なるほどってその何の話だ。シュバルツオークション、大方その名前を知って調べに来たってところだろバレバレみたいだな。ということはあなたが出る訳ありのパーティーというのも。ああ、そのオークションさ。去年も別のマダムの付き添いで行ったから2回目になるかな。そうだったのか。こんな身近に知っている人がいたとは思いませんでしたね。でも君たちそのオークションを摘発するつもりなのかい？さすがに無茶だと思うけど。いや、悔しいけど元より摘発するつもりはないさ。ただ知っておきたかったんだ。クロスビルの歪みを象徴したような豪華絢爛な裏の社交パーティー、俺たちが乗り越えるべき壁がどの程度のものであるのかを。ロイドなるほどね、その意気込みは買うけど、あいにくオークションには招待カードがないと入れないよ。毎年違ったバラのデザインで投資ナンバーも入ってるから、偽造することも難しい。どうしようもないと思うけどね。それなんだけど、実はカードは持っているんだ。へえ、どうやって手に入れたかを聞くのは野暮ってもんかな。なあ、事情があってね。この招待カードだけど身元の特定はされないのかしら。会員限定で登録されている人しか入ることはできないとか。いや、それはないと思うよ。裏の社交界的な側面があるから、新規の客を歓迎してるみたいなんだ。盗品を扱っている以上、あえて身元を特定されたくない有力者も多いみたいだしね。うん、だったらなんとかなるかもしれねえな。あ、そういや、1枚の招待カードで何人まで入れるもんなんだ。特に決まりはないみたいだけど、ただまあ大抵は2人連れだね。4人連れで入るのは目立つからおすすめはできないよ。なるほど、確かにそれは言えてるかもしれないわね。それと一応パーティーだからフォーマルな格好をした方がいいね。まあ僕みたいな格好をして悪目立ちするってのもありだけど、さすがにそれは遠慮しとくよ。なあエリー、パーティー向けの服装だけど、どこかで調達できる場所はないかな。それなら下のブティックがちょうどいいと思うわ。前に来た時に使ったことがあるし、私が建て替えておくから。いや、それはそのくらいさせてちょうだい。それより問題は潜入するメンバーでしょ。ああ、そうだな。くじ引きかじゃんけんで決めるってのもあれだしな。おいおい、何言ってんだ。少なくともお前は確定だろうが。え、今回の件一番こだわっていたのはロイドさんですし、私たちのリーダーですから、行くのは当然ではないかと。でももうここは素直に引き受けておきなさい。見てみたいんでしょ、クロスベルの歪みの実態よ。わかった、引き受けさせてもらうよ。だったらもう一人同伴する人間を決めるといい。一人で参加するっていうのはかえって目立つだろうからね。そうだな、うーん、私かティオちゃんかランディ、マフィアがいることを踏まえて選んだ方がいいかもしれないわね。残る2人は会場の外でいざという時に備えて待機する、そんな役割分担でしょうか。ま、どんな分担にするにしても、まずは下のブティックに行こうぜ。ドレスアップする時までに誰を連れていくか決めとけよ。なあ、そうさせてもらおうかな。ちょっと待って、どうしてワジまで一緒についてくるんだ。せっかくだからコーディネートの指南でもしてあげようと思ってね。マフィアのチェックをごまかすコツを教えてあげるよ。うん、まあそういうことなら。なんかあからさまに興味本位っぽいですけど。ま、聞くだけ聞いてみようぜ。それじゃあ下にあるブティックに行きましょう。そうな店だな。まあいわゆる高級ブランド店だな。フォーマルな服からきれいめのカジュアルまで何でも揃ってるみたいだぜ。その分いい値段だけどね。値段のことは気にしないで。それでロイド、誰を連れていくか決まった？ああ、エリー、一緒に来てくれるか。分かったわ。まあ一番さりげなく中に入れそうな組み合わせかもしれないわね。なあ、そう思ってさ。君たちの場合なら普通にカップルとして装うのが一番だろうね。行動的な資産家のお嬢様が庶民でのボーイフレンドを連れて話題のパーティーに参加してみた、そんな感じで言ってみたら。なるほど、説得力はありそうだな。そこは怒ってもいいところだと思うけどいいからとっととコーディネートしちまえよ。どう変身するのかちょっと楽しみです。お待たせ。一応着てみたけど。いいじゃん。さすがに慣れてるだけあってお嬢のドレス姿は言うことねえな。はい、とっても素敵です。それにロイドさんもなかなかお似合いだと思います。そうかな。さすがにエリーの横に立つと釣り合っていない感じだけどそんなことないわ。あなた肩幅が結構あるからスーツ姿も似合うみたいねありがとう。なんとかエリーのボーイフレンドに見えればいいんだけど。ええ、ちゃんと見えると思うわ。どうやら余計なアドバイスは必要なさそうだね。そうだ、ついでにこれも持っていくといい。これは女性はドレスアップするとかなり雰囲気が変わるけど、君の方はフォーマルな格好でもそこまで印象は変わらないからね。せめて会場にいる時くらいつけた方がいいんじゃないかな。なるほど、助かるよ。どうかな。へえ、驚いた。結構印象が変わるものね。しかも意外と似合ってますこれを機にメガネ男子になったらどうだ。いや別に目は悪くないし。よし、これで準備は整ったな。あとはオークションが開場するのを待つだけだ。綺麗ですねそうね。しかし夜には花火まで上げるなんてな。記念祭だけの演出なのか。いや、毎日ある演出らしいぜ。テーマパークの夜の部もこれからが本番ってところだろう。ナイトパレードにライトアップされた観覧車女の子を口説くには絶好のシチュエーションだろうね。さてと、僕は一足先に行こうかな。そうか、どこかのご婦人と待ち合わせしてるんだったかまあね。それではエイドスの幸運を。君たちがヘマをしなければオークション会場で会おう。やれやれ、人を食ったやつだな。不良集団のヘッドにして上流階級御用達のホスト、いろいろと怪しい人ですよね。でも正直オークションの情報を教えてくれたのは助かったわ。借りを作ってしまったわね。なあ、俺たちもそろそろオークション会場に向かおう。なんとか入り口のチェックを抜けて会場の中に入り込まないとな。ええ、そうね。